皆様は有村架純という女優兼グラビア兼先生兼ビリギャルを知っていますか？私は知っています。彼女は美貌、演技力、性格、スタイル、好感度が非常に高く、インスタのフォロワー数は403万人とコーンフレークの栄養素並みのステータスを持つ。その上、数々のドレス姿でファンを魅了しており、背中無地ドレス、ミニ丈ドレス、デコルテ見せドレス、そして伝説の赤ドレスを後世に残した。特にこのドレスは、例えるならゼリーのようなプルプル感とマシュマロのような柔らかさであることを証明してくれた。あの年末の夜、私が唯一 NHK に受信料を払う意味を見つけることができたのであった。さらに2015年公開の映画ビリギャルでは、アマチャンでの80年代風アイドルからは想像できない短パン&へそ出し金髪ギャルを演じ、アカデミー賞と新人俳優賞に選ばれる。志望校に受かりたい一途な少女姿とコスプレ感がない金髪姿は多くの人に感動を与え、大ヒットとなった。その上、今年公開された花束みたいな恋をしたでは主演を務め大ヒットを記録し、カップルで見ると別れるほどのリアルさと話題を呼ぶ。その後、ある暇な日、映画好きな私は一時の感情とブームに身を沸かせて映画館に足を運んでみた。約2時間トイレも行かずにポップコーンを片手に、彼女いない歴イコール年齢の私が見た感想は、号泣しました。